小僧、お主は何のためにスイカを割る？あ、何のためって言われてもな、楽しいか？ちょっと気悪そう、小僧が！楽しいから割るじゃと？そうやって人間は夏になると無実のわしらを叩き割ってもて遊ぶ。いやだってスイカ割りってそういうものだからさ。割っていいのは割られる覚悟のあるやつだけじゃ。待たんかい、大興奮知事やった。うわ、